さんこんにちは、自動車ライターの伊藤あずさです。カープライムカッティングエッジ、今日ご紹介するのは BMW X3 X ドライブ 30e です。皆さんどうぞ。ひょっこりしてる。あら、あら、こんにちは。こんにちは。ゆきゆきちゃんと相澤奈々子ちゃんです。お願いします。お願いします。なんか光沢っていうかすごい綺麗ですね。やっぱりちょっと上質な感じがありますね、うん、色もちょっとね珍しい、うん、シャンパンゴールドみたいな綺麗な色、ね、まあ、女性にもこういうのぴったりかなっていう。今回用意したのがですね、プラグインハイブリッド。プラグインハイブリッド、そう、こう差し込んで充電できて、そのバッテリーでちょっとだけ電気で走れちゃう。燃費もちょっと良くなりました。自動車みたいにして使えるのが、まあ40キロぐらいかな。この辺とか可愛い。7個ポイント。7個ポイント。推しポイント。しかもなんかライトとかもなんかちょっとかっこいいんですよ。ね、まあ、BMW よく見ると。ね、4つヘッドライトがはっきり見えるのが BMW の顔の形なんですけど。正面のお顔は結構こうゴツゴツしてたり、形がこうデザインがあったりとかしてかっこいいなって思うんですけど、割とこうサイドに向かっていくとこうすっきりしてて、確かになんかいいなって思います、うん、これがさっき言ってた充電器をさせる場所に、ここにこう充電ケーブルをさせる穴が入れるので、ここにこうさして、他のメーカーのまあ電気自動車とかプラグインハイブリッドでもこういうところによくついているので、多分ちょっと見てもらって、あれもしかしたらプラグインハイブリッドじゃないかと。おー、言える。街中にいたらプラグインハイブリッドだって言うどうした急に急に今出てきたけど、中のアイザーが出てきたけど、ここら辺に飼ってる小学生が出てきちゃった。出てきちゃった言えるね。でも今度からね、言えますよ。すごい。おお、え、なんかすごい、あ、ここちょっと段差が、厚みがあると思います。え、ステージあ、これ相澤さんの電話では、あれ PR ステージ PR ステージ8個ステージ。え、すごい、なんか結構硬い、ここちゃんと。え、すごい。なんか2室グラビア、そう、2室グラビア、あなたのジャンルが書いたから。すごい。これなんですか。あ、ここ開くんだ。そうなるほどな。この下にこう大きなバッテリーがぎっしり、あ、ここに、ここに、そうなんだ。そうなんです。その分ってことですか。そう、その分ちょっと普通の X3 よりは2室の容量が若干少なめ、あとはここのレバーで全席をこっちを通せるように。やりたい。これか。行きますよ。おお、こりゃ広いぞ。そう、なので、なるほど、ちょっと荷物乗せるときあれ多くなっちゃったなというときはここワンタッチで。はお。何体？何体行けますか、ね。8個3体は行けますね。でも4体行ける？3体分。4体。あ、3体はいけるな。すごい、3体いけるね。余裕ですね。すごい。自動かな。自動だ。はい。やっちゃっていいですか。お願いします。こっち？左かな。はい。こないだ間違えちゃった。おスマート。いいですね。よくわかんない、ね。行ってみましょうか。はい。行ってみよう。あれ。どうも。あちょっと居心地が良すぎてね、ちょっと乗っちゃいました。あれ、マツコさん。先にもう。先に堪能されてる。先にもう。いやどうですか。最高ですね。社長の気分。社長の、確かに社長に見えてきた、だんだん。うん、そう。あの、普通にしててこのポジションに落ち着くんですよ。なんか、この背中。フィット感が。ラインが。だからすごいね、気持ちいいです。見つけちゃった。見つけてしまったんですよ。見つけちゃった。タイプ C のコンセントです。 USB タイプ C でございます。しかも2個、重要。いやね、普通はね USB 大きいなやつだと思うんですけど、もうね最新型はタイプ C ですよ。いや、こう前の方にも今座って見てますけど、かなりこう洗練されたスイッチ類とか、いろんなものがついてるので、これ何みたいな、いっぱいあります。そう、これ押して大丈夫っていうのがいっぱい。間違いない。洗練されてますね。ちゃんと暑い時にこのこれを押すとお尻がスースーする。お尻スースー機能もあったり、まあ、シートヒーターの逆です。へー、これ結構ね、足、この革シートだとねスースーしてくる。きた。ごめんなさいね、前ばっかり。いいですよ、ね、大丈夫です。何て持ってないんで。ヒエラルキーがね。ナビがですね、なんかこうジェスチャーで動かせるようになってるっていうのがなるかな。おお、すごい。うすごい。魔法使いの気分。受けてみますか。おお。
た。こうやって開けて、しかもなんかすごいし、そう、しっかりオープンウェアというか、え、でっか、え、わー、気持ちいい、日光浴、日光浴できるよ日光浴じゃ、でも涼しく屋根開けたりとかもできる。わー、すごい、気持ちいい、これはいいな、ね、これは大丈夫、もうこうやって、そう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 、イエーイ、前にやったり、こう座席も、ね、軽やか、ここも動かして、うん、これもこれは何なんだろう分かんないもん、はい、この e ドライブっていうのを押してもらうと、うん、あ、変わりました。これはもうバッテリーとモーターだけで走る、今完全に電気自動車の状態にして走ることができるので、ハンドル操作もアシストしてくれるようなものがついているので、アダプティブクルーズコントロールっていうんですけど、それを入れて走るとほとんどこう片手で持ってるぐらいで、あとは車がそうアシストしてくれる、走ってくれたりするので、安心してロングドライブ今日も行きますね。やったー、ついにもうロングにカフェ行くぞ今日はカフェ行くぞ、イエーイ、伊豆あたりがいいかな、伊豆いいじゃん、沼津まで行っちゃいますね、行っちゃうよ、ということで、また3人でドライブ、はい、お願いします、イエーイ、行ってきます。